ラウチンです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はお金稼ぎ、そしてアーキタイプの経験値稼ぎをやっていきたいと思います。このゲームお金かなり重要ですよね。最終的な見せ売り装備って30万とか下手すれば80万のやつとかありますもんね。それを買うにあたってかなりお金が必要になってきます。そしてアーキタイプの経験値、これがものすごくいるんですよね。アーキタイプたくさんありますので、それを、一つ一つレベルを上げていこうとするととんでもなく時間がかかってしまいます。まあ、それをここだとまあかなり短縮できるかなと思います。最高率の狩り場ですね。場所ですけども、ここ出ないな、丸の場所島の盲信の塔です。丸の場所島盲信の塔ですね。終盤に行く塔になりまして、レベル60ぐらいあれば行けるのではないでしょうか。そして必要なアーキタイプですね、もちろんタイクーンです。お金稼ぎといえばタイクーンしかないでしょう。タイクーンにしてあげてください。でそして装備、これが必要です。これ、原型の指輪ですね。この原型の指輪がかなり重要で、追加効果としてアーキタイプの入手経験値がアップします。これを全キャラに装備してください。全キャラ、7個入手してください。まあ、入手方法は結構簡単で、海洋都市にあります交易市場ですね。海洋都市の交易市場で、売ってます。水の曜日、日替わりでアイテム変わっていくんですけども、海洋都市の交易市場、そこで、水の曜日に行ってみてください。原型の指輪を1個確か4万ぐらいだったかな、買えますので、これを7個用意して全員に装備してあげてください。はい、で準備が整いましたら早速行きましょう。だいたい1周ローディングとかも入れて、まあ、2分だね。1周2分ぐらいで終わります。行きましょう。それでは行きましょうか。敵がいるけどもここら辺全然無視です。ガン無視で進んでいってください。で私はね、プレステ4でやってるんですよ。プレステ5まだ持ってなくって、4でやってるんですけども、5だったらばおそらくローディングも短めだと思うので、もうちょっと早くいけるかな。プレステ4の場合は2分ぐらいで、1周できるんですけども、5だと、まあ、ローディングなしと考えて1分40秒とかそれぐらいでいけるんじゃないですか。まあ、とにかく、上に進みます。敵はガン無視で右回りで進んでいってください。でここも敵いますけども無視です。でこの上、ここが、目的地ですね。地図見てください。ものすごい敵の数でしょう。これを倒していきます。もう60ぐらいあればもう一瞬で倒せるので、ザクザクと倒していってください。でこれを倒す頃には一周で3万5000ぐらいかな、経験値が入りますし、アイテムもね結構バンバン出ます。OK、終わりで倒したら元に戻りましょう。で戻ってきましたらまた中に入って、周回ですね。これの繰り返しです。繰り返し、まあとにかくもうずっとこれをやり続けるだけです。まあ1周でお金は3万5000で、アイテムがポロポロ落ちますので、それを売るとさらに、儲ける。まあ1周でそうね5万は確実にいきますね。5万は確実にいきますし、アイテムのこれ英雄の高揚感、これが1周で10個ぐらいもらえますもんね。10個ぐらい
なので、秋タイプを育て放題、育成し放題となります。うん。まあ、1周10個なんで、1時間でどれぐらいだ？まあまあ、かなりの数だと思うんですけども。まあ、1時間ぐらい周回してしまえば、お金もかなり貯まりますし、まあ、秋タイプも、5、6体ぐらいは、マックスまで上げれるんではないでしょうか。うん、もう本当ね、秋タイプ多いのよ。しかも、7人全員にあるからね。それを全て上げようとすると、かなり時間はかかると思いますけども、まあ、ここだったらば、かなり短い時間でいけるのではないでしょうか。はい、OK。で、倒したら、すぐに戻ります。戻ってきたらまた入ります。はい、ということで今日はですね、お金とアーキタイプの経験値の稼ぎ方、やっていきました。まあ、アーキタイプの経験値稼ぎは他でもありそう、他の方がいいところがありそうですね。うん、まあお金は確実にここがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ周回してみてください。で、今ね、まだレベルが99まで全然遠いんですけども、レベル上げの方法も、おそらくどこかにはあるはずだと思います。はい。まあ、できるだけ早めにレベル99を、目指したいと思います。うん。まあ、場所が分かり次第ね、投稿していきますので、そちらもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、皆さん。お金稼ぎ頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。